ってことで、ドームライブをやれるようなトップアイドルになるって目標は決まったけど、そこまで行くためにはどんなルートをたどればいいか考えないといけないよね。そうだよね。ドームライブまではまだまだ遠いし、やっぱりライブする場所を少しずつ大きくして、お客さんをちょっとずつ増やしていきながらドームに近づいていくしかないのかな。その話なんだけど、今の私たちならもう少し大きな会場でライブをやることができるんじゃないかって話していたのよ。そうそう、例えば渋谷ホールとかね。え、渋谷ホールってあの渋谷ホールのこと？あそこが埋められるくらいたくさんのお客さんに見てもらえるかもしれないなんてすごいね。でももう2000人の動員が達成できるなら、もっと上を目指してもいいのかも。もっと上って？夢は大きくってことで、1万人規模を目指すなら両国相撲館や野々木体育館があるわね。それと1万5000人規模なら舞踏館も。舞踏館！お手紙を送ってくれた人にもいたよね。私たちを舞踏館で見たいって書いてくれてたお客さん。うん、私たちがもし舞踏館でやれたら、あの人にも希望を届けられるかもしれない。だから私は目指したいな。ドームライブへの中間目標として、まず舞踏館でやれるくらいのアイドルを。1万5000人か、大きな数字だと思うけど、トップアイドルを狙うんならそれくらいやってみせないとね。でもそうなるとお客さんを今の700人から1万5000人まで増やさないといけないのよね。どうやったらそんなにお客さんを増やせるのかしら。配信を続けてファンを増やすこともできると思うけど、1万5000人のお客さんがライブに来てくれるまでとなると、今の登録者数のペースじゃ厳しそうだよね。それじゃあ配信以外の方法を考えた方がいいのかな。今回登録者が増えたのって記事のおかげもあると思うし。それなら選択肢はたくさんあるんじゃない？雑誌とかラジオとか。あ、そういうのだったらお仕事の依頼が来てたよね。確かに、それを受けてみるのもいいかもしれないわ。おおむね賛成だけど、受ける仕事はちゃんと相手の会社のこととか調べてからにしたいわね。そうだね。結構いろんなメッセージもらってるけど、中にはちょっと怪しそうなのもあったりするし、一旦もらったメッセージをみんなで整理していこうか。うん、どんなのが来てるんだろう。全部ちゃんと見れてなかったからドキドキしちゃうな。私はメールを見てみるから、みのりは SNS の DM をお願い。愛理は配信サイトのコメントを見てくれると嬉しいな。あと、しずくは、みのりとアイリのアシスタントでどうかな。アシスタント、なんだかかっこいいわね。そうね、アシスタントを頼んだわよ、しずく。じゃあ早速作業していこうか。DM は、モアモアジャンプ様、初のワンマンライブ開催おめでとうございます。個人でワンマンを開催されている姿に感動いたしました。つきましては、皆さんの若いパワーを生かして、ぜひ我が社の毎日飲むだけでマイナス 30kg 激痩せビューティーデラックスを宣伝していただきたく。って飲むだけでマイナス 30kg？そんなのを飲み続けたらいつか体がなくなっちゃうんじゃないかしら。嘘に決まってるでしょ、そんなの。
体重を減らすには食事の管理と運動は必須だよ。飲むだけで痩せるなんて魔法のような薬はないから。そうだよね。本当にそんな商品ができたのならすごいなって思ったけど。でもここまでメッセージを見てきた感じ、ほとんどがそういう怪しい案件ね。受けるにせよ、ちゃんと依頼元は調べなくちゃ。こういうのって簡単に受けたら悪意ある企業で大変なことになるってよく聞くし。私たちが騙されるだけならまだいいけど、変な商品の宣伝をしてお客さんを騙すことになってしまったら嫌だものね。そうね。大量のメッセージを見るのも大変だっていうのに選別までしなきゃいけないなんて、こういう作業をやってるとマネージャーの存在ってありがたかったんだって身にしみるわ。でも怪しいのだけじゃなくていいのもちゃんとあるし、前向きに次の DM 行ってみよう。次は私も見ていいかしら。突然のご連絡失礼いたします。私は東京 NX で放送中のアイドル大戦争という番組でプロデューサーをしております。アイハザのプロデューサーさんから？わっ、びっくりした。ごめんね、しずくちゃん、突然だったから驚いちゃって。あら、もしかしてアイハザって？アイリちゃんも知ってる？メッセージにも書いてあったけど、東京 NX で深夜にやってるアイドル番組だよね。アイドル大戦争って書いてアイドルハザードって読む、通称アイハザ。いろんなアイドルグループの子が交代で MC やってて、ゲストで来る他のグループの子との絡みも見れちゃうから、アイドル好きにはたまらない番組で、最近始まったのに結構話題になってるんだ。そんな番組のプロデューサーが私たちにメッセージを送ってきたってことは、もしかして、もしかするって感じだよね。しずくちゃん、メッセージの続きをお願いします。わかったわ。実は以前配信を拝見させていただいたのですが、今回初めてのワンマンを自分たちの手で成功させたと伺い、大変興味を抱きました。その後動画サイトのアーカイブなども視聴させていただいたのですが、非常に明るく前向きな皆さんの姿に元気をいただき、皆さんと同じように視聴者の皆様に元気を届けたいをコンセプトにしている当番組にぜひ出演していただきたくご連絡差し上げました。本当に出演依頼なんだ。私にも見せてくれる？なるほどね。要約すると、その番組の注目のアイドルを特集する5分くらいのワンコーナーに出演してほしいってことみたい。すごいね。テレビに出れるかもしれないなんて。それにテレビならいろんな人に私たちのことを知ってもらえるかもしれないし、すっごくいい機会だよね。そうね。5分のコーナーとはいえ、今の私たちにとっては渡りに船だと思うわ。私もぜひやってみたいわ。はるかちゃんはどうかな？そうだね。依頼元はそれなりに有名な番組のプロデューサーみたいだし、メッセージの内容も誠実で信頼できる感じではあった。それにこんな大きな案件が来るのは、もっと小さな仕事を何個かこなしてからだと思ってたから、みんなの言うように思いがけない大チャンスだよね。大チャンスなんだけど、もう少し考えたいな。
どういうこと？今テレビに出るのが本当にいいことなのかわからなくて、テレビに出れば確かにお客さんは増えると思う。今はネット配信でもたくさんの人に見てもらえるけど、それ以上に影響力があるのがテレビっていう媒体だから。それなら。でもその影響力にはデメリットもある。デメリット？私たちが伝えたいものが違う形になって広まる可能性があるってこと。もしかしたら面白くするために思ってなかった方向に言葉を切り抜かれちゃうかもしれない。それは番組のためにはなるかもしれないけど、私たちやファンのみんなのためにはならないかもしれない。もちろんテレビ番組が全部そういう悪意を込めて作られてるわけじゃないし、いいところもたくさんあると思ってるよ。でもテレビに出るっていうのはそういうのを覚悟しないといけないってことだから。だから今すぐに判断するのは難しいなと思って。確かにそういうリスクはあるわよね。っていうかあったわ、ちょっとしたツッコミを編集されて共演した俳優さんの悪口言ってるように見せられちゃったこと。え、本当？大丈夫だったの？まあ、放送された直後はちょっと燃えたわね。それに、今でもその俳優さんのファンの一部からその話を持ち出されることはあるけど、でも、ファンの子たちが愛理はそういうこと言う子じゃないって言ってくれたから大事にはならなかったし、大丈夫だったわ。よかった。まあそんなことはあったけど、それでも私はメリットの方が大きいと思うから、テレビに出れるなら出た方がいいと思ってるけどね。そっか、そういう経験してる愛理でもそう思うんだ。昼休み終わりなのね。話してるとあっという間だわ。まだ話の途中だけど仕方ないわね。この話は日を改めることにして、それぞれ一晩冷静に考えてみましょうか。ごめんね、みんなはやる気だったのに水を差すようなことを言って。水を差すだなんてとんでもないわ。はるかちゃんのおかげでそういう考えもあるんだって気づけたもの。話してくれてありがとう。しずく、しずくちゃんの言う通りだよ。それにやっぱりこういうのは全員が納得して決めないとダメだと思うんだ。だってモアモアジャンプはみんなで一つだから。そういうこと。だからはるかは変に遠慮しないで、これからも言いたいことは言っていいんだからね。みんなありがとう。私ももう一度ゆっくり考えてみるね。